今日は市川にあります油そば雷神さんに来ています。はい、のぶさんは男味油そばと餃子ほぼ全部のせギガ盛りじゃい。わあ、焼き加減が最高ですね。まずは雷神餃子からいただきます。ラー油長。雷神餃子は中にお肉がぎっしり詰まっていてとっても美味しいです。冷凍餃子もあります。ほぼ全部のせ油そばが到着です。すごいいっぱい乗ってますね。具沢山。よく混ぜる。全部よく混ぜていただきます。すごい麺の量ですね。食べきれますか。麺はもちもちで卓上にあるお酢とラー油で味変しながら食べてみてください。ギガ盛りですからね。油そばは味がたくさんあるみたいですよ。のむさんは男味ですけど、醤油、味噌、塩、ごま担々、辛い味とトッピングもたくさんありますので、お好みで自分なりの油そばを見つけてください。いきますよね。締めセットはご飯と温泉卵、ネギがついて、これで190円。安いですね。のみさんも大満足で、ごちそうさまでした。油そば、雷神さんの油そばをいただきました。国道を通ってるとね、油っていう字が気になってしょうがなかったんで、今日行けてよかったです。思ったより油っぽい感じではなくてですね、混ぜそばっぽい感じで、よく混ぜてラー油とか酢とかかけてがっつりいただきました。トッピングとかやっぱいろいろ入れたんで、食べる場所によって味の変化も楽しめてよかったと思います。